原宿パークにですね新しいコートが出たぞっていうそういう動画をアップロードしたと思うんですけど、それの続きですね。今あのボートがどうなってるのかっていうのを今回はね紹介したいと思います。では今回は例の新型ボートはどうなったのかについて少し遅くなりましたがレポートをします。まだ見てないよって方はこちらもぜひ見てください。今回の動画は解説動画になりますが、今後はゆっくり解説みたいな動画も増やそうと思います。となるとやっぱり童貞ゴミカスボッチだと絵的に厳しいんですよね。てなわけで今回から新しい仲間が登場します。いや正確には復活とでも言うべきでしょうか。紹介します。助手のおしゃまんべちゃんです。皆さんお久しぶりです。助手役のおしゃまんべです。彼女を簡単に紹介すると、当チャンネルの解説初期にナビゲーター役として長らく務めてくれたキャラです。デザインを一新してこの度復活しました。あの先輩ちょっといいですか。え、何？先輩って昔男でしたよね。いや今も男だけど。いやでも見た目がですね。ちゃんと竿もあるよ。言わなくていいです。いや確か昔ってこんな見た目でしたよね。きゃ恥ずかしい。まあ6、7年ぶりだしね。いろいろあったのよ。いろいろ。まあ気持ちはわかるよ。でも君が好きだった先輩はもう別の人生を歩んでるんだよ。あ、その点は大丈夫っす。別に先輩のこと好きじゃないんで。え？は？え？まあつまらない身内ネタはこれくらいにしといて、そろそろ今回のテーマについてレポートしていくよ。先輩、私は何をすれば？適当にゆっくり解説の霊夢みたいに質問とか投げつけて。了解っす。まあこんな感じで今後たまにお手伝いしてもらいます。たまにです。すでにこのやり取りをさせるだけでレイヤーの作業量も倍増することが分かったので、たまに程度に止めようと思います。ゆっくり解説って作るの大変なんですね。で本題に戻るけど、以前に紹介したジュラシックパークサライドの新型ボードの続報です。投稿日を見たら2020年10月7日になってたので、もう2年半もほったらかしにしたネタの続報になります。マークも装飾もなくてフラットな見た目ですね。そうだね。その異色な姿から当時はちょっと話題になったよ。それでこのボードは今どうなったんですか？それも後ほど紹介するけど、今回の動画の主題はそこじゃないんだ。え、そうなんですか。実はここ数年で少しずつこの進展に置き換わってるのに気づいてる？へえ、知らなかったっす。何も変わってないように感じましたけど。こんな感じでいいんすか？うん、この調子でお願い。だから以前に紹介した新型ボートはほんの始まりで、気づかれないようにちょっとずつ世代交代してたんだ。でも先輩、そんなことどうやったらわかるんです？これは意外と簡単に判別することができるよ。実はジュラシックパークザライドのボートにはコーションプレートっていう車両ごとの製造元や製造年数の記録が刻印されているんだよ。どこにあるんですか？各ボートの外装には2つずつついていて、1つ目は内緒。え、なんでダメなんですか？なんとなく。まあ気になる人は実際に探してみて。それで2つ目は簡単。ボートの後ろ側の赤いサバイバルキットの側面、ここに書いてあるよ。これってサバイバルキットなんですね。ストーリーの設定上だけね。中には発煙筒とかが入ってるらしいよ。このコーションプレートを見ればボート元の製造年数がわかるよ。例えばこの6号車、このボートの竣工年はコーションプレートによると2001年1月。横に英語でなんか書いてますよ。英語 I don't know 2002って書いてあるから、実際に使用されたのは2002年8月以降かもしれないね。でも USJ がオープンしたのは2001年3月っすよ。そうなんだよね。このあたりはちょっとわからないけど、誰か知ってる人いない？教えて偉い人。なんやこいつ。とにかくこれが最も多い車両だよ。え、他のボートもこれと同じなんですか？そうだよ。じゃ他のボートも見てみようか。次は7号車2001年1月、8号車2001年1月。こんな感じでほとんどのボートは2001年1月に竣工されたものだよ。22年間もずっと同じボート使ってるとは驚きですね。確かにそうだね。もちろんメンテナンスはしてるから、どれもピカピカだよ。Google Earth を見たらわかるけど、ボートはバラバラに分解できるから、バックヤードにはメンテナンス中と思われる座席のないボートが、レーンと置かれてるのも確認できるし。大事に修理してるんですね。そうだね。相続性対策のために延命治療されてる老人みたいに、手厚い治療がされてるよ。ああ、間違いない。こいつ確かに先輩だわ。そして次は9号車。2020年3月。ま、急に新しくなりましたね。そうなんだよ。これがここ数年かけて置き換えてる新艇だよ。じゃあこのボートが前回動画で紹介したやつですか？いや正確にはこれと別の個体だね。まあ後でその子も紹介するよ。ところで2020年3月って聞いて何か思い出すことない？覚えてますよ。先輩が景品交換所前で景品なくしてショックで号泣の末失禁したんですよね。そ
そっちじゃなくて、新型コロナウイルス感染拡大の予防の要請のために、2020年2月29日に USJ は長期の臨時休業をしたよね。ああ、確かに。そんな激動の時代に迎えられたボートなんですね。そうだね。続いては2号車。これは9号車よりももっと新しいよ。なんと、2021年5月製造。お、新しい。車体もめっちゃピカピカなんじゃないですか？いや、実は新旧で外観的な差はそんなにないよ。古いボートのボディはピカピカに手入れはされてるし、逆に座席は劣化しやすくて、たとえ新艇でもシートはすぐ劣化するし。じゃあ古いのも新しいのも全く同じボートってことですね。ぶっちゃけそうだね。でも例えばゴリカとか目立たない部品は変化してるかもね。お、そしてやってきたのがこの車。これこそ前回の動画で紹介した新艇そのものだよ。え、この子が。でも以前は何も装飾がなかったのに、今は他のボートと大差ないですね。そりゃそうだよ。以前の時はあくまで試験走行させていただけで、本格的に運用する時にはステッカーを貼ったりするよ。なるほど。ちなみに5号車の竣工年は2019年8月。この5号車が試験走行してたのは2020年10月7日ですよね。製造されてから1年間も出番はなかったんですね。まあコロナ禍シーズンとバッティングしてるから遅くなったんじゃないかな。ちなみに新艇の試験走行は5号車以外にも遭遇できて、2023年2月3日にも試走中の15号車を目撃してるよ。これは5号車と違ってステッカー貼った状態なんですね。座席はシートで覆われているけど、隙間を除くとセーフティーバーが新品なのか、ビニールと養生テープでぐるぐる巻きにしてるのがわかるね。出来たてほやほやのボートっすね。2023年4月時点のボートの竣工年をリストにしたらこんな感じ。もう半数は新しいのに置き換わってるんですか？あれ？でも13と15が不明ってなってますよ。そうなんだよ。何度か USJ で現地調査したんだけど、ここ最近13号車と15号車が全然使われてないんだ。15号車はさっき紹介した今年の2月に試走してたやつだね。だから15号車は竣工年こそ不明だけど、新艇でほぼ確定なんだけど、13号車は不明だね。私が行く日だけ13号車が出動してないだけかもしれんけど、もしかしたら13号車もすでに新艇になってるかもね。何にせよ18台のうち9台はすでに新しくなったんですね。でもこうやって見ると、2017年からいきなりボートを新しくしてるというか、2010年製造みたいなのは全然ないんですね。確かにそうだね。多分法令に触れない範囲で延命治療をしてたけど、営業15年目でどうしようもないボートが目立つようになったんだと思う。車体番号と交換時期が全くリンクしてないし、ガタが来たボートから順々に交換してるみたいだね。めちゃ新しいボートか、めちゃ古いかの二択って感じですね。一気に変えたりとかはなんでしないんですかね。それはお金の問題だろうね。動力が一切ついてないボートとは言っても1両で25人乗りなんてかなり巨大な車両だし、乗客が乗ってないからの状態でも数千キロはあるだろうね。多分1両あたりかなり高額だと思うから、一気に変更とかは難しいだろうね。それにまだ延命できるボートを無理に引退させるのももったいないだろうし。っていうことは先輩、ジュラシックパークザライドは生涯安泰というか、当分クローズはしないって考えていいんですかね。まあ可能性はかなり低いと思うよ。少なくともボートライド自体は安泰と考えていいんじゃないかな。ただ USJ ってケチなくせに、たまにすごく金払いがいい時もあるから、現状運営するってことになってる限り、運営のための投資は怠れないってのがあるよ。というと？アトラクションを運営するためには必要な投資ってあるんだよ。ジュラシックパークザライドのボートは全部で18台あるけど、繁忙期は交代制で全車両が出動することもあるから、ボートが減るのは運営に支障が出るんだよ。だから今後の計画が決まってない段階では、もし不具合のあるボートがあれば新艇と交換しなきゃいけないんよ。でもボートは高価なものだと思うんで、それでも新しいのを次々作ってるってことはクローズする気はほとんどなさそうですね。まあ状況証拠だけだけど、これだけでかい買い物してるところを見たら、ボートライドは残す気満々って印象があるね。何にせよ USJ の看板アトラクションだから、末永く残ってほしいね。ですね。てなわけで、キリもいいから今回の動画はここまでにするよ。今日は先輩に久しぶりに会えて、このチャンネルにも出させてもらえて結構楽しかったです。本当にありがとうございます。うん、ありがとう。私もおしゃまんべちゃんとお話できて楽しかった。では今日の同伴料ですけど、この後現金払いでお願いします。え、あ、うん、今後もよろしくお願いしますね先輩。うん、それじゃ、もし今回の動画が面白かったら、チャンネル登録と高評価よろしくね。それではさよなら、さよなら、さよなら。